第五不評師団は大韓民国陸軍の師団の一つ。1948年4月29日に水色で第五旅団が創設され、1949年5月12日に第五師団に昇格した。1948年5月から駐屯地が甲州に移動。創設当初は第3連隊、第4連隊、第9連隊で編成されていたが、 舞台移動によって、1950年6月の時点で、第15連隊、第20連隊、第1独立大隊、砲兵隊による2個連隊を機関とする編成となっていた。朝鮮戦争が勃発すると、ソウル北方に投入され壊滅。第5師団の兵力は、第1師団に吸収された。1950年10月8日、テグニテ、第27連隊。 第35連隊、第36連隊で再編成される。第3軍団に配属され、10月16日から11月22日まで、大白山脈南側と峰南一帯でゲリラ討伐に従事。1950年12月、中国人民志願軍の南下によって、春仙北方に投入される。第66軍の攻勢を受けて交代。 1951年1月3日、アメリカ軍第10軍団に編入。1951年2月、後戦に向けて進撃中に、人民軍第5軍団の構成を受けて交代。日下川北川に防御陣地を構築した。中朝軍の2月構成を受けて、韓国軍第1軍団に配属されたんよう、豊地下間の主補給路の警戒に任じて、部隊整備に努めた後、 3月3日に再び、アメリカ軍第10軍団に配属された。1951年4月7日、人民軍第1 2師団が占領していた、ヒズメに攻撃を開始した。3日間の戦闘で、人民軍の防御拠点となっていた548から664、高地を確保し、リンヒズメ北側の聖子里まで進出した。1951年5月、 中国軍の5月攻勢によって交代。1951年8月18日、第36連隊が98394077三高地軍を攻撃。1951年9月4日、1211高地の戦闘が開始。1951年10月21日、作戦地域を第3師団に引き継がせた後、常用軍に移動して、 部隊整備と教育訓練を開始。1952年1月11日、教育終了後、第11師団と交代して第1軍団に配属。1952年7月10日から11月10日まで351、高知の戦闘を展開。人民軍大級師団を撃退して351、高知を確保した。同年11月9日。 大体規模の攻撃を受けて351コーチを疾患するがすぐに反撃して再奪還した。1953年第2軍団に配属。1953年12月11日から1954年5月25日までチリヤまでゲリラ討伐を実施。ありがとうございます。